ドジャースの大谷翔平投手は移籍初年度の今季、本塁打と打点の二冠王に輝いたほか、前人未到の54本塁打 &59 盗塁、54から59をマーク。地区優勝に大貢献し、プレーオフでも3本塁打を放つなどの活躍でワールドシリーズ進出の原動力となった。米スポーツ専門メディア、ジアスレチックは、大谷が入団したことで、 できる限り最高のチームになる義務があると感じたとするマーク・ウォルター球団会長兼筆頭オーナーの言葉を紹介している画像、マミコ夫人が美しくなっている最新の金英で際立つ高身長同メディアは敏腕記者ケン・ローゼンタール氏の記事を掲載ワールドシリーズ進出は昨年12月に10年7億ドル約1057億円の契約を結んだ際 大谷とドジャース双方が思い描いた筋書きだったと解説し、次のように強調した。その契約がお買い得だったと証明されることは、ほぼ間違いない。2034年から2043年にかけて大谷の年俸の大半を払い始める前に、ドジャースはそのお金で投資するからだ。日本の会社10社とスポンサー契約を確保したからだ。 加入1年目に大谷がワールドシリーズ進出に貢献したからだ。大谷は契約の97%に当たる6億8000万ドル、約1027億円を後払いにした。メッツとのリーグ優勝決定シリーズを4勝2敗で制した20日、同21日、ウォルター氏はこう話した。彼、大谷は勝ちたがっていると自身が分かるチームを見つけることに関心を持っていた。 彼が我々を選んでくれたことで我々にはできる限り最高のチームになる義務があると感じ